大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。ということで、いよいよ長らくやってまいりました、約2ヶ月半ほどですかね、やってまいりました512人トーナメントもいよいよ今回と次回でラストということになりますので、ついつい声にもねちょっと力が入ったりしますが、力が入るだけで結局別に噛むこと、そしてレスラーの名前、技の名前が、間違えないわけでもないということで、どうなりますか分かりませんが、本日もやってまいりましょう。現在は512人から、予選トーナメントを踏まえて、でその予選トーナメントを勝ち上がったレスラー16名で行っている決勝トーナメントの2回戦が、ここからスタートということになります。まあ、2回戦というか、準々決勝というか、現在ベスト8のレスラーが残っておりますので、それをまず読み上げてから、スタートしたいと思います。ボルクハン、T3、鈴木みのる、日高いくと、ジャンボ鶴田、リコシェ、黒潮イケメン二郎、カール・アンダーソン、以上8名となっております。さあ、この中から本日4試合、2回戦の第1試合から第4試合までお届けして、ベスト4に生き残るのは誰か、生き残りをかけた戦い、早速やってまいりましょう。本日の1試合目、2回戦の第1試合、ボルクハン対キースリーの試合、お届けしてまいります。試合開始です。ちょっともうあかん、ちょっと感動で泣けてきた。マジでこれあかん、すあーもうあーなんかあー言葉あーあは試合時間4秒、飛びつき前方回転、膝十字、裏膝十字固めでボルクハンがキースリーを破りました。確かボルクハンじゃないわ、サンボアサコでしたっけね。サンボアサコが確か今大会秒殺、8秒っていうのが確か8秒だったと思います。そしてこの、架空ファイプロ団体 WMW での秒殺シーンというのはもう過去に何度もやっております。残念ながら私にそのなんて言うんでしょうね、その、ぶっきらぼうぶっきらぼうじゃないな、あのズボラな性格がなければ、過去にもうこの3年半ほどやった、試合を全部ずっともう一度見直して、その秒殺シーンだけを集めた動画を、作ればまたこれかっこいいなと思ったりするんですけども、多分そんなに多くはないんですよね。秒殺ですから10秒以上かかっての、試合前半でのクリティカルっていうのは、多数あるんですけども、本当に10秒以内、まあ、これを秒殺って言っていいの、まあ秒殺か、1分以内やったら秒殺って言っていいのかな、まあいいや、とにかく4秒って多分最短のような気がする。いやーちょっと本当に今目がね、泣けてきたというか、なんやろな、この変な感情。いや多分今なんでしょうね、いらんことを今から話そうとする、いらんことじゃないか、この間コメントでね、まあうちの動画をどういうふうにやればいいんですかねみたいなこと、やっぱり未だに悩んだりするんですよねみたいなことを、まあちょっとぼやいてたら、それに対するコメント、クレジオーディンスの方、視聴者の方からコメントいただきまして、この最初の第1試合、1回の動画で4試合や6試合やお届けする中の第1試合だけ、初めてご視聴いただく方ありがとうございますっていう、こう前工場ですよね、これを、試合前にやる方がいいんじゃないですかっていうの、それが、本当だったらそっちの方がいいと、ただ
WMW はマスクの西岡さんそれの方がいいですよみたいなことで、まあ、言ってくれたんで、ああそうか、ただまあでもそのこういうこと、特にこのボルクハンが第一試合で出るっていうことは、その秒殺のことも考えて、その前工場をあらかじめやっておいて試合に挑む方がいいんじゃないかみたいなことをね、ちょっと今頭の中で思い浮かべてたんですよ。で、まあでもそれでもなんとか言い切って、なんとか言い切るまでは試合が続くだろうと思ったんですけどね。まあちょっと今これはいらん、なんかあのさらっと終わっとった方が良かったんかな、わからん。もうでもこれはね、ただでさえもったいないんで、もうこのまま消さないでもちろん行きますけども、ちょっとすごいな、ファーストコンタクトですよね。いやもうあかん、僕の今いらんこと言ってることがこのボルクハンの異形になんか泥というか味噌をつけているような気もするので、あまり多く語らずにもうここまで語ってしまってますけども、次の試合に行きましょうか。ボルクハンが見事準決勝ですね、3回戦準決勝に進出。キースリーは、もう訳も分からず自分が負けたことすら気づかないというようなところですかね。切れ味鋭いとはまさにこのこと。はい、ちょっと怖いんでセーブしておきます。もうわからん、わからんわ。はい、ということでいきましょうか。では本日の2試合目、もう心かき乱されております。あ、初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイアープロレスリングワールドのスティーム版、PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にあーだこうだと実況をつけて遊んでいる動画です。架空ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私、マスクド西岡が実況を務めさせていただきますっていうのが、4秒以内に言えるようにならないといけないんですかね。はい。まあ、いっか。では行きましょう。ではもうね、ちょっとリセットして。行きましょう、落ち着いて。では行きましょう、本日の2試合目、2回戦の第2試合となります。鈴木みのる対日高郁人の日本人同士の対決、どうなりますか。行きましょう、試合開始です。さあ、というわけで、まあ、今回はね、試合ルールにつきましては、クリティカルの発生率を高くしております。まあ、それがどれぐらいかっていうのはちょっとちゃんとしたデータを取ってないんですけども、高いにしてたからって言って、50% も多分いってないですよね。まあ、ここまで何試合ぐらいやってきたんやろ、まあ、まあ500近く、500試合ぐらいやってるんですけども、多分100試合、だ5分の1ぐらいじゃないかな、ざっくりですよ、ざっくりね。でもそうでももうちょっと高いかな、500中で言ったら200ぐらい、いやそれと半分ぐらいか、150、まあ、あの6試合1回の動画でお届けして、その試合その動画で、6試合中3試合クリティカルっていうことはあるけども、それがコンスタントではないですからね。まあ、なのでクリティカルが今回はその設定で高いっていうことは分かってて、クリティカル祭り的なことになってるのは確かにあるんですけども、いやそれにしてもボルクハンのクリティカルの怖さよということですね。もうでももうこれで引きずられずにいきましょう。さあ、ということで鈴木みのる対日高郁人、前回鈴木みのるに関しては、やっぱりこう何て言うんですかね、手堅いというか硬い試合、運びといいましょうか、この辺が鈴木みのるらしさが、私的には出てよかったんじゃないかなと、ブラッシュアップをして、スパイクチューンソフトが組むロジックよりも私のロジックの方がというようなことをついつい口が滑ってしまう、ことになるぐらい、これは何でしょうね、作品としては自分の中ではいいのができたなと思っております。ただし、ここまで来たらね、この勝ち負けに関してはどうなるかわからない、日高郁人に関しても、正直それほどここまで強いという思わせるようなものはなかったんですけども、勝ち上がってきている以上ですから、勝ち上がってきている以上認めざるを得ないというようなところはもちろんあるでしょうね。つまりどちらが勝ってもおかしくないというところ。鈴木みのるのファイトスタイルからいくと、じっくりいく感じの鈴木みのる
で日高行くともそんなにそのスタートダッシュを決めてくるというファイトスタイルではないので、お互い、先ほどのボルトハンのような、クリティカルあっという間に試合が終わるというようなクリティカル激闘でも言いましょうかね、が多分起こることはなく、お互いの耐久度を削りながら体力とスタミナを奪い合いながら、あとは気力の勝負というところになるでしょう。さあ試合時間6分というところで、お互いちょっとダウン時間が長くなってきて、おお、なるほど、こういう機動力はやや日高郁人の方が上かというところですかね。駆け上がり式のローリングセントーンですね、ローリングストーンズが今出そうになりましたが、寸前のところでなんとかというところですね。さあ鈴木みのるがまずは日高郁人の腕を取っていきますが、日高郁人も関節技に関しては、長けているということになるので、このぐらいではそう簡単には参ったしない。ただ怖いのはやはり鈴木みのるのパイルドライバー、鈴木式もしくはゴッチ式パイルドライバーと、あとは逆落としとかもね、意外と個人的にはあの技すごく好きなんですよね。個人的な好みです。理にかなってるというかね。ただ封印しているところを見るとやはりこの受け身が取りづらい、もしくは、相手レスラーの方からこう拒否されるとかっていうのがあったりするんでしょうかね。さあショーンキャプチャーが出ますが、これあっ、うわー、これはすごいことになってきたな。日高郁人がまるでボルクハンが乗り移ったかのようにクリティカル一発で鈴木みのるをガブッと食べてしまいました。試合時間8分50秒、ショーンキャプチャーで日高郁人が鈴木みのるからギブアップを奪った試合でした。いやー、さあそしてまたこれね、この次準決勝ですね、2回戦の続きの試合じゃなくて次回ですね、ベスト4での戦い、ボルクハン対日高郁人の試合、関節の取り合い、クリティカルの、どちらが出すかっていうような争いにもなるか。いやー、鈴木みのるここで残念ながら敗退、日高郁人がベスト4に残りました。では残る2つの椅子はどちらがどちらでどうなるか、いきましょう。本日の3試合目、2回戦の第3試合、ジャンボ鶴田対リコシェの試合、お届けしてまいります。試合開始です。さあ果たしてジャンボ鶴田はこの決勝トーナメントまで勝ち上がってきて、直接対決が期待されながら、敗れてしまった天竜源一郎の敵を打つことができるのか。これ収録する前に今日はね、もうプロレスの余談とかネタとか、最近の話とか、もう挟まないでおこうと決めてたんですけどもね、天竜源一郎が緊急入院というようなことで、ちょっと驚きのニュースが、流れましたんでね、まあ、そういうタイムリーなところを見ると、その分、まあ、ジャンボ鶴田が、天竜の分も俺がやってやろうじゃないかという心意気を見せるのかというところですかね。しかしこのリコシェも、ハイフライヤーとして空中殺法で勝ち上がってきた男です。ジャンボ鶴田のバックドロップかリコシェの空中殺法かというところ。ただこのジャンボ鶴田がね、前回かなり、なんでしょうね、タフネスぶりを見せたというようなところが、やはり、怪物ぶりをアピールというようなところだったと思いますのでね、リコシェは、そう簡単にリコシェ、いくらリコシェでもそう簡単には決めれないんじゃないかなというところでもあると思います。さあ試合時間早くも3分経過、まあこうなるとやはりリコシェの制空権っていうんですかね、まあコーナー付近でジャンボ鶴田が戦ったら、かなり不利と
という状態。ただこれだけはさすがになかなか簡単にコントロールできる問題じゃない。一応組んだ時グラップルした時に、フロントヘッドロックでリング中央に連れていくという、お、ちょっと待ってください、ジャンボ鶴田の方が飛んでいた。おお、珍しいミサイルキック。いやー、ジャンピングニーパッド、コーナーポスト最上段からのジャンピングニーパッドが出るかと思いましたが、ミサイルキックでいくと。いやー、これはジャンボ鶴田なりの挑発というところなんでしょうか。俺にもできるというところ。さあ、パワーボムで叩きつけて、早くもジャンボラリアットが爆発。さあ、カバーに行く。試合時間は5分経過したところ、カウント 2.9。 さあ、ここまではとりあえずジャンボの方がというところですが、ベラドリラーがすぐに襲いかかる。さあ、リコシェ、このリードを許すまじと、ベナドリラでカウント 2.9 まで数えてくる。さあ、こうなる、勢いに乗った時のリコシェは怖い。さあ、ジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田の怖さを見せることになるのか。これはカウント 2.9。 しかしバックドロップホールドはジャンボ鶴田への完全なる挑戦状。そしてジャンピング2からのを逆エビ固めで捉えた、反っている。さあ、これはジャンボ鶴田ブチ切れたか。さあ、これ場外戦、ああこれはちょっと怖いぞ。乗っかったら何が起こるか分からず、しかし場外でジャーマン持っていく。さあ、ジャンボ鶴田、問題はここザーバックドロップを持っていく。さあ、これでジャンボが戻って完全に、おお、しかしフラフラはしなかった。さあ、これでどうだ、フロントキック、ジャンボ鶴田が完全にペースを握ったか。バック取って、いやー、でもこれは返してリコシェが進んでるところでなんとか命拾いか。さあ、リコシェはどうする、バックを取って、しかしバックの取り合い、いやー、これはリコシェもなんとか返す。さあ、リコシェここでペースをなんとか取り戻したいところ。コーダーにじわじわ近づいていってる気がするのは気のせいか。さあ、離れたところからの攻撃、ヒットアンダーウェイでペースをつかもうとするが、ジャンピングパイルドライバーからのカバーでどうだ。いやー、リコシェさすがここまで来た男、そう簡単には3カウントは許さない。逆にジャンボが決められるか、どうだ。これはいやー、怪物がここで落ちたか。リコシが阻していったか。うわー、いやー、何が勝負を分けたんやろう。十分ジャンボに勝機はありましたもんね。場外で、ジャーマン決めてバックドロップ決めて、場外でのダメージはかなり高いはずで、リコシェはそれほど、空中殺法を決めてなく、ということはリコシェ その空中殺法以外 その磁力というんでしょうかね、磁の力、が高かったということなのか。いやー、ジャンボ鶴田ここで敗れる。試合時間9分3秒、拷問テキサスクローバーホールドでリコシェがジャンボ鶴田から勝利ということになりました。さあ、ということで最後4番目の椅子ですね、黒潮イケメン二郎なのかカール・アンダーソンなのか、いきましょう。最後の、これが本日最後の試合になります。うわ、今日めっちゃ短い動画になる。まあいいや、仕方がない、いきましょう。試合開始です。それはでも今日は短くなるのはしょうがないですよね。これでもいらん話ですけど、ちょっと時間稼ぎをしたということになりますよね。あんなもん4秒だ、ファイプロの中での4秒ってゲーム時間での4秒って多分 2. 何秒ぐらいですからね。さあ、ということでぼやいてぼほざいてほざいてるじゃない、ぼやいてる場合じゃない。さあ、これはおお場外へのドラゴンスクリュー。さあ、場外に戦いの場が移って、これはちょっとなんかイケメンらしい終わりになりそうな気はする。
おお、なんとか戻りましたね。ヒヤヒヤさせてくれました。黒潮イケメン二郎が勝つか、からが攻め勝つか。黒潮イケメン二郎はあのクリティカルとかほとんどなかったですよね。普通のなんか3カウントもしくはギブアップでの勝利してきてますからね。そう考えたら黒潮イケメン二郎のこうなんていうんですかね、奥の深さというか謎の部分というか、だからカール・アンダーソンが勝っているのはガンスタンで、クリティカルが、全ての試合じゃないですけども、大きな勝因になっているというのは言えますからね。うわあ！すげえなー。4分の3ですか。ですよね。いやー、今回はもうクリティカル祭りなんでしょう。はい。3分3秒ね、まあまあ、はい、試合時間3分3秒、カール・アンダーソンガンスタンで黒潮イケメン二郎が、クリティカル KO されて、3回戦には手が届かなかったというところでしょう。さあ、というわけでよし、もうこれでセーブしてしまおう。今日は短い、いつものめちゃ短い3分の1ぐらい、20分ぐらいで終わりそうな気がしますが、これでベスト4が出揃いました。ボルク・ハン、クリティカル秒殺最短記録4秒、しかし日高行くともショーン・キャプチャーでクリティカルで勝ち上がってきました。そして3番目の椅子リコシェ、あの怪物ジャンボ鶴田を破っての、しかもクリティカルではなく実力でのっていう強さ、これをどこまで、生かすことができるのか。そしてカール・アンダーソン、ガンスタンという大きな大きな武器を手にここまでやってまいりましたということになります。さあ次回、この4人の、準決勝の第1試合第2試合とで決勝戦で誰が優勝するか、この4人の中から誰が優勝するか分かりませんが、現在チャンピオン IBO ですね、普通のノーマルルールのシングルのチャンピオン、無差別ヘビー級ということになりますかね、無差別級になるのかな、のチャンピオンがハルク・ホーガンですので、次回優勝が決まったらその暁には、そのハルク・ホーガンへの挑戦、これはもう普通のノーマルルールでやろうと思っていますので、そのタイトルマッチまで次回も4試合ということになりますがお届けしてまいりますので、ぜひよかったらそちらもお付き合いいただきたいと思います。というかね、ここまで来たら皆さんぜひ見逃さない方がいいんじゃないですかというここはちょっと胸を張って、お届けしたいと思います。というわけで本日はこの辺で、いつもよりもだいぶ半分以下の時間で終わりますが、ありがとうございます。明日もお会いしましょう。ではまた。